群馬県総合スポーツセンターは、群馬県前橋市関根町にある屋内競技施設群。同施設は1981年に、群馬県総合体育センターとして開設。赤木国体の会場として使用された。1996年11月の群馬アリーナ、フレアイグラウンド完成以降、現在の名称になった。2001年4月に、群馬武道館が、開館。 2002年7月には、群馬武道館休道場が開館した。敷地面積は、約21万9千平方メートル、延べ床面積は、約5万平方メートル、建築面積は、約3万5千平方メートルである。2010年11月1日より、群馬アリーノの命名権を、アルサック、群馬株式会社が年700万円で取得し、 群馬アリーナの愛称をアルサック群馬アリーナとした。2015年11月1日より群馬県総合スポーツセンター及び7施設の命名権を群馬総合ガードシステムが年1000万円で取得し群馬県総合スポーツセンターの愛称をアルサック群馬総合スポーツセンターとした。二千十年二月十七日 WJBL プレイオフファイナル女母体 トヨタ上記の前橋市内の施設とは別に渋川市伊香保町に群馬県総合スポーツセンター伊香保リンクがある。1993年に世界スプリントスピードスケート選手権大会が開催された。2020年群馬県が保有する公共施設の見直しが検討される中伊香保リンクの存廃も訴状に上がった。見直しの検討の中間報告では イカホスケートは競技力向上に必要だとしつつも、2018年度で約1億4000万円の赤字であることを指摘、今後の収支が改善されなければ廃止も含めて検討とする扱いとなった。ありがとうございます。